シェア畑菜園アドバイザーの下道です。今日はかぼちゃの実を大きく甘くするための栽培のポイントをご紹介していきたいと思います。実を甘く大きくするのはかぼちゃの実が着果して大きくなってきてからでは遅い場合があります。実を甘く美味しくしていくためには栽培の初期の作業というのが非常に大事になってきます。皆さん後半に心配になる方が多いんですが、この栽培初期こそ大切に作業をしていただき、遅れないようにスケジュールを組んでみてください。今回はその栽培初期の重要な作業をご紹介していきたいと思います。最後に質問にもお答えしていきますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。それでは栽培の様子から見ていきましょう。このように暗どんをしてきましたので、だいぶ大きくなってきております。こちらを見てください。だいたいよく育ってるんですが、親株に葉っぱが1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚8枚ほどついております。かなり順調ですが、やや肥料の効きが悪く、茎が細めに今できておりますので、今後追肥で成長を促してみたいと思います。栽培初期に肥料の効きが悪いと、このように親株が細くてひょろっとしております。それと葉っぱ自体も黄緑の状況です。これはまさに肥料が初期に効いてない可能性があります。一方で効きすぎもよくありません。効きすぎますと初期の段階でつるっと葉ばかりが大きくなって花が咲きづらくなってきます。着果が遅れますので、それはそれで問題があります。肥料の効きについては今後追肥などで調整していきたいと思います。栽培初期に重要な点として今回ご紹介するのは、泥跳ねの予防、先端の摘心、これが非常に重要になってきます。それではまず先端摘心からやっていきたいと思いますが、その前にまず仕立ての方法で摘心するかしないかが変わってきますので、ご紹介したいと思います。かぼちゃの仕立てというのはいろいろなその人なりの仕立ての方法があります。親株と脇芽を伸ばす方法、それから親株を摘心して子株だけで育てる方法、いろいろなやり方がありますけども、私は親株を摘心して子株を伸ばす方法をとっております。いわゆる親づるを切って子づるを伸ばしていくという方法です。私の場合はだいたい1株で3つほど取れれば十分だと思っておりますので、たくさんならせる必要は私はありません。その分一つ一つが甘くて美味しいかぼちゃが取れるようになりますので、放置して数をたくさんならせますと甘みの少ないかぼちゃになってしまいます。十分注意してそれらの栽培方法を選んでみてください。また大きさも数が少ない分非常に大きくなりますので食べ応えもあります。それではやっていきましょう。こちらのかぼちゃをご覧ください。本葉が7枚ぐらいついております。親株の摘心はだいたい6枚から7枚ほどついた頃に摘心が適時だと思います。数えてみます。一番下から1枚、こちらに2枚3枚4枚5枚6枚7枚8枚ついております。こちらの親株は7枚目で摘心をしております。これはすでにカットしたものです。カットした芽を見てみましょう。これがカットした部分です。ここにすなわちこのように芽が出ておりましたのをカットして切り離したものです。このような状態にしておきましょう。
カットしますと成長ができなくなり、ここでもう栄養がストップします。したがってこういう葉っぱの境目から新たな子づるが出てきます。すでに小さいんですが、ここら辺とこの裏側に少し、これですね、小さいですけども子づるが出始めております。この子づるを2ないし3本伸ばして着火させたいと思います。あとは伸びてきた子づるを私は2本だけにして、このネットに空中栽培をしたいと思います。樹影の場合も2本だけにしております。その2本の伸びてきたつるに片方に2個、片方に2個、合計4個のカボチャが収穫できるように栽培したいと思います。3本伸ばす方は1個ずつ実をつけて3個収穫するような計画で栽培してみたらいいと思います。ということで、最大でも1つのつるに1個から2個、私の場合は2個着火させるようにしております。続いて栽培初期にやっていただきたいことですが、下葉の葉かき作業をやっていきたいと思います。これは泥はねを予防するために、地面についてるものはなるだけ適用してみてください。ではカットしてみます。この1枚が地面についておりますので、非常に病気等にかかりやすいリスクを背負いますので、早めにカットしてみてください。もしくは根元付近に藁を敷くのもいいかもしれません。それで泥はねの予防にもなります。今こちらには藁を乾燥させるために干してます。このような藁を使ってもいいですし、イネ科の雑草を乾燥して使っても十分対応できます。なぜ下葉かきが重要になってくるかというと、特にウリ科の野菜はうどんこ病が発生しますので、うどんこ病の感染予防をするために下葉かきは重要になってきます。肥大化のタイミングでうどんこ病が多発する時期になりますので、今のうちからしっかり予防しておきましょう。栽培初期の小さいうちから感染している場合がありますので、注意してみてください。それでは質問コーナーです。こちらのソロ豆の動画にコメントをいただきました。背丈が70センチぐらいになったらソロ豆の先端をカットしますか、というコメントをいただきました。ソロ豆の生育状況にもよりますが、だいたい70センチ前後になりましたら先端をカットした方がアブラムシの被害に遭いづらく、また先端付近は花が咲いてもそこには豆がほとんどつきませんので、上の方はカットしてみてください。やってみてください。今日はかぼちゃを大きく甘くする方法を紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではまた、バイバーイ。